はい、ケバイト時計班のゆきあきです。野田です。よろしくお願いします、はい、お願いします。今日はね、NHK マイルカップの調教診断をやっていこうと思います。まずは関東馬からだね。はい、行きましょう。うん、あいうえお順に行きましょうか。はい、はい、うん、ウンブライルね。ウンブライル、そうですね、この厩舎らしく3頭合わせで、うん、こう投手を真ん中に入れてくるというか、うん、まあ、それでしっかりとこう、ね、集中力高めてきてる感じありましたし、まあ、ゴールに向けてね、じわじわ加速していく感じが、ね、僕はね、好印象ですね。ね、真ん中入ってでもね、落ち着いて走るって言ったのはね、いい傾向だと思います。はい、続きまして、ええやん。すごかったね。すごいですね。まあ、やっぱりちょっとまだ行きたがる面はね、否定できないけどね、はいはい、どうやっても、はい、でも、なんかこの体とさ、うん、フォームの凄さってさ、いや、馬力半端ないと思うんですよ、ね、半端ないね、うん、持ったままでね、うん、当然11秒1って時計もんですけど、うん、なんかそれ以上にね、スケールを感じるというか、そうね、なんか、その、まあ、不安要素を除いて、それを上回る、うん、ポテンシャルを感じます。感じるね、はい、ね。続いてオールパルフェですね。どうですか。かなり良くなってない、うん、これは。やっぱりね、このね、まあ、まあ、ちょっとね、力むような面が心配なんだけど、もう解消されてるね、完全にね。うん。うん、ふわっと乗れてるし、はい、ね、しまいまで漢方大きくね、迫力ある走りを見せてるから、まあね。フットワークやね、あれからちょっとジリっぽいタイプなんだろうけど、はい、この馬自身の出来はかなり上がってると思います。はい、はい、続きまして、シャンパンカラー。どう。ああ、そうですね、なんか1週前にね、うん、こうすごい大差追走して、うん、両馬を、うん、最後ね、ちょっとね、バタバタになっちゃったんですけど、うん、でもね、やっぱそのハード多いというか、うん、まあ、それで多分すごくスイッチも入ったと思うんで、そうだね、まあ、今週のね、販路はね、うん、軽やかに動けてましたし、うん、まあ、状態面はね、安定しているかなと思います。うん、ミシシッピテソーロ。ミシシッピテソーロか。はい。そうね。まあ、今週は前半からのラップが遅いのもあって、はい、やっぱちょっとね、やっぱ姉妹重点で、ゆったり構えた分、ちょっと力みがあるのは確かなんだけど、はい。でも一周前追い切りよかったね。よかったですね。うん。スピード感がね、なんかね。まあ、2週連続 11.4 なんだけど、1週前はなんかうまく溜めてバーンと弾けるみたいな、はい、で、うん、のフォームのブレも少ないしね、すごいいいですね、うん、はい、最後が、モリアーナですね、うんうん、まあ、調教がけするタイプでもありますけど、うん、こうなんか長めからゆったり行きつつ、うん、まあ、徐々に加速して、うん、まあ、それでいて直線の推進力っていうのは、うん、僕抜群だったと思いますね。そうだね、はい、だいぶこう体幹もしっかりしてきて、まあ、ブレもなくなってきてるんで、そうね、結構これ動きは、まあ、素晴らしいんじゃないかなと思います。そうそう、なんかやっぱはみ受けが良くなってきたのかな、はい、徐々にね、なんかだから上下動が減った、なんか無駄な上下動がね、そう、それがしっかりとこう走る方に、うん、うまくエネルギーを変換できてる。これはピカイチじゃないかなですね、うん、はい、関東馬はそんな感じです、はい、関西馬どうですか。気になるな、これ難しいぞ、はい、どこから上げる。じゃあ、まあ、まあ、アーリントンの大盤振る舞い、そうですね、こうまだこう随所に若さがあるというか、うん、ちょっとまあ行きたがる面も見せてましたし、そうだね、ただまあ突き放したようにね、脚力は感じましたね、うん、あとどんなの気になるの。カルロ、カルロベロチどうですか。このジャッジちょっとこう割れるかなっていうのもあるんで、ちょっとね、一周前とかがやっぱり多分飛ばしたんだろうね。はい、そうだと思うんですけどね、やっぱこれなんか結局ほとんどの長距離メモに書いてあるのが力んでるってほとんど書いちゃったんで、はい、これもそうだよね、はい、ちょっと心配かな。そうですね、反応面もやっぱちょっと一息な感じがありましたし、ちょっとね、まあ強く押せない、調教からは強く押せないかなっていう一頭ですね。良さそうなの。良さそうならね、僕セッションっていう馬、ああセッションね、うん、これ良さそうだった、はい、うん、アリンドカップ2着馬なんですけど、うん、やっぱりこう突き放す時の一瞬の足というか、うん、まあその脚力が素晴らしくて、うん、まあ、キック力の強さをすごく感じましたね、うん、すっごい迫力だったね。迫力満点ですね、うん、
うん、まあちょっとね雨予報も出てますし、そうだね、なんかすごくそういうババになってもこなせるだけの、うん、まあ、パワーを感じました。ドルチェモアは、ドルチェモアもね、僕前走よりはいいんじゃないかな。前走よりはいいんだ。うん、なんか一周前見たらさ、はい、これ先行して劣勢なんだね。で、ただね、多分ね、相手がめちゃくちゃ動く、うん、そう、可能性もある。これね、函館にいた馬がユキタムって馬なんですけど、うんうん、なんかね、これね、函館のウッドチップでもめっちゃ動いてて、あー、なるほどね。だから、まあ、劣勢に見えたと思うんですけど、あ、相手が悪かった、相手が動きすぎたっていうジャッジであー、なるほど。で、今週見たんですけど、うん、まあ、前走以上にね、こう動けてたというか、うん、時計は出てないですけど、なんかね、あんま鞍上とのコンタクトも悪くなさそうなんで。そっか、ちょっと一周前で評価下げようかと思ったけど、はい、あんまり下げすぎちゃダメだね。そうですね、相手が悪かったら、相手がめっちゃ動くんで、相手めっちゃ走ると思います、はい、俺場面調べちゃったもん、なんだろうこれと思ってそうだと思います。で、結論としてはさ、はい、なんか関東馬の方が良くない？調教はそうですね。なんか関西馬はなんかどっか力んでたり軽か、調教が軽かったりね、はい、うん、なんかどっか不安なとこあるけど、はい、関東馬なんか順調に来てるの気がする。そうですね、うん、その点でまあね、はい、輸送のリムも、そうですよね、輸送、うん、ね、結構今週とか大変なんじゃない？あー、ゴールデンウィークですから ね、 ね、まあ、関東馬に利があるような気がするんだけど、はい、まあ気のせいかなまあそのあたりも加味して、うんうん、また週末に向けて予想していきましょう、はい、ありがとうございました。